it may be a fantasy of the future, tens of thousands of years ahead. It may be a fantasy of the future, hundreds of thousands of years ahead. But I saw the future in the miracle. That day, that afternoon, more than 100 small UFOs flew dancing around in my room. I called it a miracle. A miracle of a room of 6 tatami mats. A miracle which is an impossible one. But the miracle showed me the future direction that humans should take. Where do humans go? They showed me the direction of the future. 数万年先の未来の話かもしれない。数十万年先の未来の話かもしれない。が、私はその奇跡の中にその未来を見た。その日、その午後、私の部屋の中を100機以上もの小型の UFO が飛び回った。私はそれを奇跡と呼ぶ。まさに六畳間の奇跡。ありえない奇跡。が、その奇跡は私たち人間が進むべき未来の方向を見せてくれた。人間はどこへ行くのか、その未来の方向を見せてくれた。広し林、浜松 City, Japan。 それが現実であれ、非現実であれ、それは物体として動画に撮影された。そしてその物体を私たち人間が見るところとなった。もちろんそれが何であるか私にはわからない。それらは神々の乗り物なのか、それとも神々の偵察機なのか、あるいは神々自身なのか、何であるにせよ一つだけはっきりしていることがある。その物体は人間の英知をはるかに超えた物体であるということ。例えば猿ヶ島の猿たちがスマートフォンを手にしたようなものなのだろうか、それとも空を飛ぶ鳥たちがジェット旅客機を遠くに見たようなものなのだろうか、あるいはカゴの中の小鳥が宇宙の写真を見たようなものなのだろうか。人間の歴史はたかだか数万年、技術的進歩にしてもたかだか数千年、あるいはこの数百年かもしれない。私の部屋の中を飛び回った物体が何であれ、その物体は私たち人間の英知をはるかに超えている。空間を自由に移動し、あるものはパソコンのモニター画面から飛び出し、またあるものはパソコンのモニター画面やテーブルの板の中に消えていく。大きさや形も自由に変えているように見える。その飛び方も私たちが持っている物理学の常識を超えている。つまりそれが何であるか、その判断をすること自体おこがましい。私たち人間が持っている知識そのものが乏しい。その範囲でそのものが
何であるかを判断することはできない。できるはずもない。ああ、できることがあるとすれば、その物体に驚き感動し、その向こうに神々の世界を垣間見ることだけが、それは私たち人間にとっては希望ということになる。つまり人間の未来は人間の考えるような、つまり人間の手の届く範囲にあるということではない。人間の未来は人間の手の届かないはるか先の未来にあるということ。そしてその未来は数万年、数十万年先の未来へとつながっている。その未来がその先にある。そう、私たち人間は今やっと歩き始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと小さな籠から抜け出た幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児。そう、私たち人間は今やっと階段を上り始めた幼児に過ぎない。何も知らない、何もわからない、そんな幼児が。そんな幼児でも外の世界は無限に広く、無限に高いことだけはわかる。そして心の中の世界は無限に広く、そして高い。それが希望、それが私たち人間の希望。進むべき道は限りなく遠い、進むべき世界は限りなく広い。それを知るのが私たち人間の希望。その一方で、すでに私たちが進むべき道を知っている人たちがいる。数千年前、数万年前、あるいは数十万年前に同じ道を歩いた人たちがいる。そういう人たちは赤子を抱く母親のようなものかもしれない。幼児を指導する教師のようなものかもしれない。あるいは若い人たちを見つめる老人のようなものかもしれない。あるいはもっともっとかけ離れた人たちかもしれない。が、悲しいかな、人間にはそれがわからない。傲慢で自己中心的、おごり高ぶっていて自分勝手、自分たちは完成された知的生命体と思い込んでいる。神々に勝るとも劣らない知識や技術を持っていると思い込んでいる。そして精神の完成度も神々と並んだと思い込んでいる。だから人間はバカ、本物のバカ。自分のバカさ加減がわからないから本物のバカ、どうしようもないバカ。ああ、バカな人には利口な人がわからない。なぜなら自分がバカだから。ああ、愚かな人には賢い人がわからない。なぜなら自分が愚かだから。だから人間は繰り返し繰り返しバカなことを繰り返す。
だから人間は繰り返し繰り返し愚かなことを繰り返す。がそれだけでは済まない。すでに人間は大量破壊兵器を手にしてしまった。その兵器が本当に使われてしまったら、この地球はどうなるのか。人間どころかあらゆる生命体が影響を受ける、絶滅する。つまり地球そのものが終わる。さあ今がその時、今がそれを知るべき時、今がそのバカを止めるべき時、今がその愚かさから抜け出るべき時。それがわからなければ今一度この動画を見てほしい。球体の物体が私の部屋の中を飛び回っている。これが現実、現実に起きていること。つまり私はその向こうに数万年、数十万年先の人間の未来を見た。これから先人間が進むべき未来を見た。そしてその未来は限りなく広い、限りなく高い。そしてその心は限りなく深い。そういう人間の未来を見た。が、それは取りも直さず私たち人間が持つ可能性ということになる。その可能性こそが、つまりは私たち人間が目指すべき未来ということになる。言うまでもなく、今神々は人間に対して門を開いたということになる。さああなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさが、それは私たち人間一人一人の問題、私たち一人一人の選択の問題、私たち一人一人が自分で考えて行動すべき問題。そのためにもまず私たち一人一人が謙虚になること。私たちはよくて猿ヶ島の猿、あるいはそれ以下かもしれない。頭を下げて教えを請うこと。私たち人間の知らないことは山のようにある。そしてそれらは深い海のように深く、この大宇宙のように広い。さああなた方人間も私たち神々の仲間になりませんかと。そのありがたさ、その気高さ、そしてその優しさ、今こそ人間の私たちは神々のそうした声に耳を傾け、それに応えるべき時ではないのか。